アイルランドの教育は他の西ヨーロッパ諸国と同様に教育段階は3段階に分けられている。また、中東教育は前期と後期にも分けられる。1960年代からのアイルランド経済の発展を反映して近年これ以外の教育過程が整備されつつある。アイルランド政府の教育技能省及び教育技能大臣が教育行政を取り仕切っており、資金配分や 行政指導などを行っている。他にもアイルランド国家資格機関、高等教育機関、地方自治体がある。教育システムの機能を持つ他の法廷及び非法廷組織もある。2020年現在の教育、技能大臣は上幕比ーである。16世紀のチューダー長君主がアイルランドで最初の教育機関を設立し、最初の印刷機がヘンリーの下に登場した。 エリザベス一世がダブリン大学のトリニティカレッジを設立し、最初のアイルランド語の本の印刷を承認し、ラテン語を使用しない学校が各教区に設立された。17世紀のスチュアート長君氏は教育法がアイルランドのカトリック教徒が1782年に廃止するまで海外でのカトリック教育を求めること、またはアイルランドでカトリック学校を運営することを禁止した。 代わりにヘッジスクールと呼ばれる個人の家で会う非公式な教育をしてきた。歴史家は、概して1820年代半ばまでに9000校の学校で40万人までの生徒に時には高等レベルの教育をしていたことに同意している。JRR アダムスはヘッジスクールは子供たちが何らかの教育を受けるのを見たいという。 アイルランドの普通の人々の強い願望に応えたという。アントニア・マクマナスは、アイルランドの両親がヘッジスクールの教育に高い価値を置き、子供たちのために確保するために莫大な犠牲を払ったことはほとんど疑いの余地がないと主張している。1782年の1682年の刑法の廃止により、ヘッジ学校は合法化されたが、 アイルランド議会からの資金提供はまだ受けていなかった。エドマンド・イグナキウス・ライスは、キリスト教の兄弟の会と聖職推薦の兄弟の会の二つを設立した。合法で標準化された多くの学校を開き、規律は特に厳しかった。1811年からアイルランド貧困者教育促進協会は、教科書の制作と販売を通じて、 資金提供された非営利の非教養学校の全国的なネットワークの確立を開始した。1831年までに1621校の初等教育学校を運営し、約14万人の生徒を教育していた。1831年、エドワード・スミス・スタンリーの手紙は国家教育委員会と公立学校のシステムの設立につながった。イギリス政府は、 初等教育学校の建設、教師の訓練、教科書の作成、教師への資金提供を支援することを目的とした国家教育の委員を任命した。新しい学校は主にカトリック教会の管理下にあり、カトリック教義の教えをよりよく管理できるようになる。カトリック司教がこれを好んだため、ヘッジスクールは1831年以降に終了した。 1966年9月10日、フィアナ・ホイル島の教育技能大臣であるとのオマリーは、無料の中等教育の計画を発表した。1967年9月に、最終的に導入され、現在でも続いている。生徒は6歳から16歳、または中等教育前期を終了するまでが義務教育とされている。すなわち、日本でいう中学3年生までが、 義務教育である。アイルランド憲法の下では、親は両親に反し、合法的な選考に違反して、子供が国によって設立された学校、または国によって指定された、特定の種類の学校に通うことを義務付けていない。国が定めた教育基準の憲法規定がない場合、子供をホームスクールする親の権利は、最低基準を超えて、法的抗議となった。 1973年、中等教育に対するアイルランド語の要件は放棄された。ただし、アイルランド語は依然としてすべての公立学校で教えられている必修科目であり、免除は学習困難、または海外に長期間住んでいた生徒などができる。国内のほとんどの学校では英語で教育されているが、ゲールスコイルは従来からある。 ゲールタ派と地域以外ではますます人気が高まっている。ゲールスコイルではすべてがアイルランド語で行われ、英語は第二言語として教えられている。高等教育ではほとんどの大学は英語で行われている。一部の大学ではフランス語、ドイツ語、またはスペイン語で行われている。教育技能省が所管する教育機関については以下の国家資格フレームワークに基づいて、 分類されている。エスト、国際標準教育分類エフック、欧州資格フレームワーク、エフェアサイクル、欧州高等教育地域 NFQ、アイルランド国家資格フレームワーク生徒は6歳から16歳、または中等教育前期を終了し、ジュニアサーティフィケートを受けるまでが義務教育とされている。初等教育は一般的に4.5歳で始まる。子供は通常、 親の希望に応じて、4歳、または5歳のジュニア幼児クラスに登録する。一部の学校の入学ポリシーには、特定の日付までに4歳の最低年齢要件がある。アイルランドのほとんどの保育学校は民間である。働く、親の子供が年々増加している。事業として運営されており、多くの場合、保育料がかかる場合がある。2009年以降、 より手頃な価格の保育に対する講習の需要に応えて子供は早期保育と教育制度に基づいて小学校を開始する前の年に2年間無料の保育教育を受けることができる。アイルランド語のイマージョンプログラムナイオンラインは約4000人の保育児童が278校の保育学校で参加している。初等教育機関は日本にあたる幼稚園と小学校である。 生徒は通常午前8時30分から午前9時20分までに始まり、ジュニアシニア幼児では午後1時10分から午後2時までに終わり、それ以降は午後2時10分から午後3時までに終了する。1967年以来、中等学校教育はアイルランド政府の資金提供を受けている。日本でいう中高一貫校である。中等教育前期中等教育前期は、 一年生から始まる三年の教育過程である。ジュニアサーティフィケートは三年生の終了直後の6月上旬に全ての科目で行われる。トランジションイヤートランジションイヤーはジュニアサーティフィケートを受けた翌年の学年であり、四年生とも呼ばれる。日本でいう高校一年生にあたるが、教育内容は通常の授業とは異なる。 実務経験を組み込んで学生に生活技術を与えることを中心に設計されており、職業体験、音楽、演劇、スポーツ、図工、家庭科、外国語、ボランティア活動など幅広く学習する。学校によっては、この学年は必須、にぎ、または設けていない場合がある。中等教育後期、中等教育後期は5年生から始まる2年の教育課程で、 リービングサーティフィケートに向けて準備する。この試験は6年生の終了直後に行われ、最初の試験は6月の祝日に続く水曜日に行われる。リービングサーティフィケートとジュニアサーティフィケートに向けて学生を準備するために多くの学校は毎年2月頃に模擬試験を行っている。国家試験ではなく、 独立した会社が試験用紙と採点方式を提供しているため、すべての学校で必須というわけではない。1999年に規定された初等教育カリキュラムが全学校で施行されている。国立カリキュラム評価委員会により制定されたこの文書では宗教関連授業を教会主導で行う点に特色が見られる。カリキュラムは 生徒の個性を尊重する教育を心がけている。1929年から1967年にかけて行われていた初等教育修了試験は1971年に初等教育カリキュラムが導入されるにあたり廃止されたが現在でも非公式な標準テストが行われている。初等教育は8年生であり大部分の生徒は4歳から12歳にかけて 初等教育を受けている。97%の国営の初等教育学校が教会の管理下にある。アイルランドの法律により、教会の管理下にある学校は入学の主な要因として宗教を考慮することができる。募集長化された学校は、非カトリック教徒よりもカトリック教徒を選択することが多く、ヒカトリック教徒の家族に困難をもたらした状況である。 ジュネーブの子供の権利に関する国連委員会は当時の子供の大臣であるジェームズ・ライリーに宗教に基づく国営学校への優先の継続について説明するよう求めた。法律は変更が必要であると述べたがアイルランドの憲法は宗教施設を保護するため国民投票が必要になる可能性があると指摘した。ダブリンの弁護士パディ・モナハンが始めた請願は カトリックの子供たちに与えられた好みを覆すことを指示し、ほぼ2万人の署名を受け取った。最近形成されたエデュケーションイコーリティグループは法的挑戦を計画している。初等教育は主にゲールスコイル、多州派学校、国民学校などで行われている。生徒の両親はそれぞれの児童に合った学校を選択することができる。 2010年現在の学校種類別の割合は以下の通り全体の80%ほどの児童は初等教育機関を卒業した後に中等教育機関に進学する学校は以下に大別される都市においては以上の学校から自由に選択できる60%ほどの生徒は教会により運営されていることの多い中等学校へと入学している中等教育では 社会訓練や職業教育に重点が置かれており、スコットランドの制度に似通っている。2012年に OECD 生徒の学習到達度調査は、15歳の世界調査でアイルランドが読書で7位、数学で20位であることが発表された。教育技能省によって発行された文書、中等学校のための規則と教育内容は、 この中等教育で必要な教育の最低基準を定めている。審査は国家試験委員会によって監督されている。従って典型的な中等学校は1年生から3年生、任意の ty、5年生と6年生で構成される。学生のほとんどは中等教育前期から後期に進み、前期で終了するのは18から24歳人口の5%である。 これは欧州連合の11%を下回り4番目に低い。また20から24歳人口の94%が中東教育後期を修了している。これは欧州連合の中で2番目に多くクロアチアに相次ぐ。アイルランドの中東教育を受けている学生は学業成績に関して経済協力開発機構と EU の両方では読書リテラシー。 数学リテラシー、科学リテラシーのいずれも平均よりも上回っている。アイルランドは EU の青年者として3番目に優れた読み書き能力を持っている。高等教育は中等教育に続く過程である。アイルランドは高等教育機関への進学率が高く25から64歳人口の47%が高等教育の学位を取得しており、 人口の女性の43%、男性の40%が高等教育を受けている。また、アイルランドの25から34歳人口の56.17%が高等教育の学位を取得しており、日本の60.73%に相次いでいる。通常、英語で教育及び研究が行われているが、一部はアイルランド語で行われている。アイルランドには、 以下の高等教育機関が存在する。アイルランドにおいて、大学法に基づいた、総合大学は主に教育、学術研究、科学的調査を通じて、知識を進歩させ、研究の成果を一般社会に普及させるためことを目的としている。また、学生団体及び、社会全体での学習の促進、独立した批判的思考の能力の育成、 アイルランドと文化と言語の促進、国の経済的及び社会的発展の実現の支援と貢献、高レベルの専門家、技術者を教育、訓練、再訓練するため、生涯学習の促進すること、ジェンダーバランスと平等の促進も含まれている。基本的に国公立だが、2019年の資格、質保障法により、私立短科大学とは別に、 私立大学の設立が可能になった。2020年現在、アイルランド王立外科医学院が唯一の私立大学である。工科大学工科大学法に基づいた、工科大学も総合大学と同様の目的に加え、技術に重点を置いている。アイルランドの工科大学は、ヨーロッパのデルフト工科大学と同様に、いくつかの技術学院を統合して、 より高度な高等教育機関を形成するという政治的欲求の結果である。また、日本の短期大学に似た制度も持っている。アイルランドにおいて技術学院法に基づいた技術学院は大学、大学院と同じ国家資格及び教育レベルを受けることができ、技術応用に重点を置いているが、常実の高科大学とは異なる。また、 日本の短期大学に似た制度も持っている。2000年代半ば以降、航空技術学院、ウォーターフォード技術学院などが、高科大学としての認可を申請している。短科大学には、私立短科大学、私立教育大学、他大学附属大学などが存在する。カレッジとも訳される。附属大学とは、附属元が学位授与機関となる、教育機関を指す。例えば、 アートデザイン国立大学は、ユニバーシティカレッジダブリン認可校であり、教育は NCD が行い、学位授与はー志ドが行う。その他、資格、質保証局より認定された専門学校、カレッジも存在する。中央出願局ほとんどの場合、高等教育機関への入学は、個々の大学ではなく、中央出願局を通じて行われる。出願士、または、 オンラインで出願をすることになっている。中等教育を修了したものには、リービングサーティフィケート、またはその他の同等の結果に基づいて入学が決まる。各大学には最低限の入学要件があり、英語、またはアイルランド語の合格最低点と数学の合格最低点が必要である。また、ヨーロッパ大陸の外国語での合格最低点が必要な場合もあり、 数学の高レベル試験で40%を超えると、総合点数に25点加算される。個々の学部、コースにはさらに入学要件がある。例えば、理系学部は、通常、一つ以上の科学科目で、特定の点数以上が必要となる。リービングサーティフィケートの科目試験には、高レベル、普通レベルがあり、入学条件にレベルを指定する場合もある。また、 試験の総合点数で、学部、コースに必要な総合点数を達成する必要も、ある。総合点数は、通常リービングサーティフィケートでは625点満点で、あるが、美術学校や医学部など一部の学部、コースは別の試験を受ける必要があり、必要最低点数が625点を超えることも、ある。例えば、2020年度のダブリン大学トリニティ、 カレッジの法学部は合格最低総合点数は566点である。同大学の物理学部理論物理学科では最低総合点数543点が必要な上、数学と物理の最低得点が7割以上が必要である。この入学必要条件は特に最低総合点数は希望受験者数によって変化する。志望校、学部学科を 優先順位に記入するため、事前に、どの志望校、志望学部学科に優先的に入学したいかを、把握する必要がある。23歳以上の学生や、ポストリービングサーティフィケートや、継続教育で、上級資格を取得した学生を受け入れる制度もある。海外からの入学中央出願局は、リービングサーティフィケートだけではなく、イギリスの A レベルやフランスのバカロレアなどのヨーロッパの、 類似試験、または国際バカロレアなどの類似試験をアイルランドの点数に換算してくれる。例えば、フランスのバカロレアの総合平均点数が20点満点中16点の場合、アイルランドでは620点満点中518点と換算される。高等教育に必要な英語力がない留学生に向けて1年間のファンデーションプログラムを設けている。これには論文、 討論、質疑応答、学習姿勢などの方法が含まれており、アイルランドの高等教育への準備がなされる。学費、手数料無料政策では、アイルランド政府は政策で定められた関連コース、国籍、居住要件を満たす学生の学費を支払う。要件は、以下の通り。また、入学時に登録料を支払う必要がある。これらの料金には、機器の使用料、 管理費、試験料などの費用が含まれる。2008、9年度の料金は学生1人当たり平均850ユーロだったが、2009、10年度では学生1人当たり1500ユーロに引き上げられた。これらの料金は非公式の料金として分類されており、大学長は学生登録料金は他名による料金であることを認めている。2011年、 年間の大幅な値上げの後、登録料は廃止され、学生寄付金に置き換えられた。2019、2020年度の場合、この料金は3000ユーロである。私立短科大学などの場合、学費は年間4000ユーロから6000ユーロとなっている。初等教育では、学校は最低183日間、初等教育後では167日間開校する、必要がある。 イースター、クリスマス、中期休暇は教育技能賞によって公開されている。正確な日付は学校によって異なる。通常、初等教育と中等教育は同様の休日を有している。年は以下の3つの用語に分けられる。10月末の祝日には中間休憩があり、クリスマスは2週間休みとなる。2月くらいに別の中期休暇があり。 イースターは2週間と夏休みが3ヶ月ほどある。祝日も休業となる。アイルランド語や数学などの一部の科目には基本レベルもある。中央出願局の点数記載では H3 に相当する。また、イギリスの A レベルでは B に相当する。ありがとうございます。